こんにちは。罠の見回り行ってきます。はい、これタヌキ、こっちタヌキ、両方タヌキだ。タヌキは分かりやすい。ここでクイクイって曲がってる。他の動物は、これはカモシカかな。あっち行ってる。これウサギ。ウサギウサギ。いや違う、これは、でもウサギだよな。いっぱいいるんだ。こっち上がっていってる。よし。行くか。凍ってんの水。寒いもんね。よいしょ。危ない危ない。これ超滑る。よいしょ。大寒波。皆さんのお住まいの場所は大丈夫ですか？さっき水道をひねったら水もお湯も出てこなくて、どうしよう、使えないじゃん。ここいつもの危ない場所、落とし穴。急斜面行くか。よいしょ。動物も滑った跡ある。足跡あるんだけど、みんなここに来るな。今日かかってて、かかってない方がいいの。かかってないでおくれ。今日は困るんだよ、かかってても忙しいんだよ。おお、かわいい雪。雪かな。ほい。足跡ある。あるね。こっちから抜けてるな。この雪の降った後の山は動物の足跡が分かりやすいから、罠を次かけるときにすごく助かる。ここは罠かけてあるんだけど、そこに歩いてね、こっち側からもあるか。いや、タヌキここにかかる。ここにあるんだよ。ここは雪降っちゃうとダメだね。いなくなっちゃうね。
カメラそこ。そこは動物が全く来ていない。はい。ちょっと見てみるか。来てないよな、足跡がないんだもん。4月25日、昨日だよね。4月、いや今日か。まあいいや、全然いないね。雪が降って雨が降って、おお、鹿来てるじゃん。鹿来てるよ。ここ通ってってる、あの大きい木の向こう側を通っていって欲しかったんだな。めっちゃ欲しいじゃん。うわ、欲しい場所歩いてる。ちょっと罠、ちょっと待って、そっちに行っちゃ嫌なんでこっちに来てもらわないと。そこ歩いてったか。これな、ゆっくり歩いてるね。どうかいる。メスでしょ、オスでしょ。ここを横に、書いてるね。ここにもいるな。結構向こうで目が光った。タヌキかな。まあいいや、結構いるんだ動物が。よし、わかった。ここら辺歩いてったんで、罠はそこら辺あるから、こっち側に来てもらいたいんだよね。そこを、あっちから、こう、この木の横をこう、そっちに行ったから、こっちに来てもらいたい。こっちに来てもらいたい。で、罠はここら辺にある。ということは、ここで止まってもらうためにここにぬかを巻く。これでどうですか。ここにもぬかあるんですけど、食べてくださいよ。どうだ。餌まつ
りあえずよし、もう一個見に行くか。足跡はなし。これでもう一個が、もう一個がどこにあったっけ。そこだな。分かったぞ。あれ、自分で分かんなくなっちゃったね。え、どこだっけ。ここら辺だな。足跡あんじゃん。欲しい。いや、水か。水だな。これ、ここに罠あるんだよ、多分。ほら。あるのに踏んでない。あ、ここ。ここ、縁。縁踏んだんだ。ここ、こうやって。こうやって。惜しいね、惜しいね、ほんと惜しいね。あ、もう凍っちゃってるからしっかり踏んでもらわないといかないよね。よし、わかった。止まってもらおう。ここで止まってもらおう。よし、これでどうだ。見えないと、ここ見えると手前でね、手前で踏むから。だったらルートはあっちから来てあっちに抜ける。分かった分かった。よし、じゃあ餌まく。ここはどうしよう。止まらせるか。ここでいいか。よし、よし。よくわかんないけど来てくれよ。こっちにも動きがあるのか。ここにね、動物が必ず来る。おっと、滑るぞ、滑る。よし、ここに来れば動物が来たか来てないかわかる。ヌタバ来てないね。よし、ここで水飲むんだ。溶かしていただこうか。はい、あそこイノシシ取った場所。取れるかも。鹿取れるか。鹿、あそこにスーパートラック。
動画になっちゃった。足跡はないね、あんまないね。今回イノシシは動いてない。タヌキと鹿ぐらい。よっしゃ、じゃあここで鹿を止めようか。あのね、ここら辺に罠がある。あっちから抜けてこう行く。ここら辺にあるか、ここにぬかを巻く。これで大丈夫でしょう。来るでしょう。足跡すごいな。開けてる。ここにもちょっとだけ見えてなくなるのか。見てくださってありがとうございます。できればまあいいくないけど高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。今期取れればいいな。じゃあまたね。何食べよう。お腹すいたな。